最強キャラ決定トーナメント、いよいよ決勝戦となりました。決勝戦に駒を進めたのは闇遊戯、ブラックマジシャン、そしてヘルカイザー亮、サイバー竜となっております。くしくも1月1日の新パックにて強化された2つのテーマが決勝に駒を進めてきたというところでございます。一体優勝トロフィーはどちらの手に。それではいよいよ決勝戦デュエルスタンバイ。さあいよいよ決勝戦となりました。闇遊戯選手 VS ヘルカイザー両選手の対決となっております。勝った方が優勝。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな。裏サイバー流の切れ味とくと味わうがいい。デュエル俺のターン。さあくしくも新パックで登場した新パックで強化されたテーマ同士の対決が優勝決定戦になりました。さあここで魔導陣の効果によって、てか、まあ、ちょっとそんなに強くはなさそうなんですが、一応まあブラックマジシャン自体展開することはできそうですね。さあロットはデッキトップに持ってくる方がいいか。さあこれでカードをセットしていくということでしょう。カードをセット、ターンエンドだ。俺のターン。焦るね、ゲームは始まったばかりだぜ。さあ闇遊戯選手ブラックマジシャンを展開しカードを1枚除外するという体制は整っております。来いサイバードラゴンコア。さあサイバードラゴンコアを召喚。サイバードラゴンコアの効果発動。さあコアスタートはサイバーリーもかなり強い。モンスター効果発動。ぶっ倒しがいのあるやつを見ると燃えてくるぜ。さあヘルカイザー選手展開はなかなか理想的ですね。さああとはサイバーロードフュージョンかサイバーティックオーバーフローを持ってくる。さあ大丈夫か闇遊戯選手。さあここで少し考えますね。まあ1枚除外されるというのはほぼほぼ確定しておりますので、ヘルカイザー亮選手はしっかりと冷静に見極めてカードをセットしていきたい。カードを伏せる、カードを伏せる。バトルだ。さあバトルフェイズ。サイバードラゴンコアで攻撃。この攻撃はまあ一旦受けても別にそんなに変わらないですね。まだまだ。さあターンしろか、ターンしろ。さあエンドフェーズ時。それは読んでいたぜ。リバースカードだ。トラップ発動。さあマジシャンズナビゲートの効果、手札よりブラックマジシャンを特殊召喚し、デッキよりやめ属性魔法使いモンスターを特殊召喚できる。これが俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン。さあこれによって黒の魔導陣の効果を発動することができます。黒の魔導陣の効果によって相手のカードを1枚除外することができますが、さあここで何を除外するかちょっと注目ポイントではありません。さあデッキより特殊召喚されるのはここはマジシャンズロットということなんでしょうか。なるほど、マジシャンズロットくらいしか確かにないですね今のところね。ここだ、モンスターを特殊召喚。待っていたぜ、永続魔法発動。さあ今日の魔導陣の効果、相手のカードを1枚選択し、そのカードをこのゲームから除外していきたいと言います。そこだ、モンスター効果発動。さあこの効果にチェーンし、マジシャンオブブラックイリュージョンを手札より特殊召喚していく。さあなかなか理想的な展開ができていますが、モンスターを特殊召喚。セカード3枚は非常に怖いですね。さあサイバネティックオーバーフローがゲームから除外されてきました。さああのクセカード2枚は何なんでしょうか。手札から速攻魔法発動。おっとここでサイバーロードフュージョン。さあサイバーロードフュージョンの効果によってサイバードラゴン扱いとなっているコアとフィアをデッキに戻し、さあここはランページでしょうかツインでしょうか。魔法タップカード破壊しておきたいので基本的にはランページの方がいいかなと思いますが、さあランページ来た。いでよキメラテックランページドラゴン。さあキメラテックランページドラゴンが融合召喚されて、ランページドラゴンの効果発動。ランページの効果で相手の魔法トラップカードを2枚を破壊していきたいと言います。待っていたぜ、リバースカードだ、速攻魔法発動。さあここでリバースカードイリュージョンマジックを発動。マジシャンショットをリリースすることによってデッキより
ブラックマジシャンを2体サーチすることができます。さあ、ただし魔導陣は破壊されてしまった。行くぜ俺のターン。カードを引くぜ。さあ、黒の魔導陣を引くことができた。なんとか黒の魔導陣を引くことはできたが、永続魔法発動。さあ、黒の魔導陣の効果を発動し、さあこれはなかなか強力な手札になりそうですね。ブラックマジックを手札に加えるといったところでしょうか。ここはちょっと難しいですが、ブラックマジックを手札に加えていく。さあここで手札から魔法発動。やはり発動してきますね。無駄だ無駄だ無駄だ。トラップ発動。伏せられていたのはサイバーロードフュージョンおよびサイバーティックオーバーフロー。サイバーティックオーバーフローは効果で破壊された場合、デッキよりサイバーまたはサイバーティック魔法トラップカードを持ってくることができます。さあ、さらにサイバーロードフュージョンを持ってくるに加えていく。さあ、攻撃表示に変更しバトルフェーズで入っていくことでしょうね。いけブラックマジシャン、ブラックマジック。さあ、一応キマラテックランページドラゴンを処理することはできた。さあ、ヘルカイザーリオ選手のターン。俺のターン。手札1枚はサイバーロードフュージョンですが、さあ何かカードを引くことはできるか、有効札を引くことはできるか。さあ、ヘルカイザー両選手、ここで何か解決札を引かないとブラックマジシャンに押し切られそうな気はしますが、おーっと、これは強い、これは強力。さあ、ライフポイント削ることはできました。プロトサイバードラゴンは出すことはできそうです。ただし忘れてはいけないのは、墓地にマジシャンズナビゲートが落ちているということ。ということは魔法トラップカードの効果を1回無効にされるということ。俺の真の狙いを。これが俺のデュエルだ。さあ、真の狙いは何だったのか。それはおそらく速攻魔法発動。そう、このサイバーロードフュージョンを。それは読んでいたぜ。トラップ発動。ナビゲートの効果によって無効にするということ。さあ、これでヘルカイザーレオ選手融合召喚はできません。今だ、モンスター効果発動。さらにマジシャンズノットの効果、フィールドのブラックマジシャンをリリースし、自身も墓地より回収していきます。これは非常に強力な動き。ターンエンド。よし、行くぜ俺のターン。ドロー。さあ、これは決まってしまうか。ここだ、モンスターを攻撃。さあ、杖召喚し杖効果。さあ、ここでサーチしてくるのはもちろん、もちろん、そうですね、サウザンドナイフ。ブラックマジシャンといえばサウザンドナイフ。さあ、サウザンドナイフの効果、相手のカードを1枚破壊していく。さらにこの効果にチェーンし、マジシャンもブラックイリジョンの効果、墓地のブラックマジシャンを特殊召喚していきます。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。そう、そしてフィードには黒の魔導陣が発動されている。永続魔法発動。黒の魔導陣のことによってプロトサイバードラゴンは除外されていきます。カードをセット。さあ、フィードを装置完了。バトルだ。これで決める。モンスターでダイレクトアタック。ブラックマジック。解釈はいらん。お前の思い伝わったぞ。いいデュエルだった。優勝者決定。ということで優勝は闇遊戯選手、おめでとうございます。ブラックマジシャン強いですね。本当に強くなりました。環境トップになるまで実に3年もの月日が流れましたけれども、最強キャラクターは主人公闇遊戯ということでございました。いかがでしたでしょうか。今回の最強キャラ決定トーナメント、非常に熱いデュエル展開されまして、皆さんも楽しんでいただけていれば非常に光栄かなと思っております。またこちらの企画ね、機会を改めまして取り行っていこうかなと思っておりますので、次回の最強キャラ決定トーナメントもぜひお楽しみに。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録およびグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。